はい、皆さんどうも、ヤスでございます。今回レビューするアイテムはこちら。はい、今回はですね、カルネのデニムパンツをレビューしていきたいなと思います。こちらのアイテムはですね、前回レビューさせてもらったデニムジャケットとは違って再販されたデニムパンツとなっております。昨年からですね、ずっと在庫切れになっていたんですけれども、今回の新作リリースと一緒にストックされたので、ちょっとこちらも購入させていただきました。こちらのパンツなんですけど、前回レビューさせてもらったデニムジャケットとかなり親和性の高いアイテムとなっておりますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。それでは、行きましょう。はい、というわけでですね、今回レビューするのはカルネから販売されましたデニムスラックスパンツでございます。価格が6930円、サイズは S から L の3サイズ、カラー展開がブラック、オフホワイト、グレーの3色展開となっております。で、僕はですね、今回ブラックの L サイズを購入させていただきました。それでは早速ですね、こちらのアイテムを着ていきたいなと思います。はい、というわけで履いてみるとこんな感じになります。まず生地から見ていきたいなと思うんですけど、結構ね、このパンツの生地柔らかいです。僕の中のイメージとしてはもうちょっとなんかカチッとした生地をイメージしたんですけれども、結構ね、こうやって落ち感がある生地になっています。生地の厚さはちょい薄めになっていて、個人的な履き心地としては結構いいかなって思いました。なんかね、適度に足にフィットする感触があるので、なんか全然違和感を感じないんですよね。やっぱデニムってなんか新品だとちょっと硬かったりして、家に帰ってくるとすぐジャージとかに履き替えてしまうかと思うんですけれども、そういう硬さってのをね、全く感じなくて、とにかく履きやすいパンツかなっていう印象ですね。で、色味は今回ブラックということで、近くで見るとこんな感じの色味になっています。基本的には黒ではあるんですけれども、デニム特有の白糸が結構目立つようになっているので、光の当て方によっては結構明るい色になるのかなと思います。さて、次はデザインを見ていきたいなと思います。シルエットはですね、はい、こんな感じになっておりまして、細身のストレートシルエットになっています。丈はやや長めで、身長181センチの僕がちょっとハイウエスト気味に入ってちょうどいいかなっていうぐらいの丈感になっています。はい、股下はそんなに長くないかなっていう感じですね。そして腰回りはタックが一つ入っていますね。切れ目好きな僕としてはこれは結構嬉しいデザインですね。そしてポケットはサイドポケットになっております。で、もう一つなんですけれども、ステッチがですね、全然目立たないようになっております。はい、全く見えないですよね。最初ね、なんか埋まってるのかなと思ったんですけど、よくよく見るとどうやら黒糸のステッチが使われている感じでした。デニムの色とほぼ同じ色の糸が使われているので、このようにですね、近くで見てもほとんどわからないようなステッチになっております。はい、そしてファスナーは、はい、こんな感じでシルバーになっております。はい、というわけでですね、次はこのパンツを使っていろいろコーディネートを組んでいきたいなと思います。いくぜ。はい、じゃあまず1コーデ目はこちらですね。ちょっとハーフジップと合わせたコーディネートになります。いかがでしょう。やっぱハーフジップは今後のコーディネートにはぜひとも取り入れていきたいというところだと思いますので、はい、こういう感じでね、ストリート感もありつつ、ちょっと韓国風のスタイリングを組ませていただいております。やっぱ細身のストレートなんでね、なんか普通に着るよりかはこうやってタックインをして着た方が多分かっこよくなるんじゃないのかなと僕は思っておりますので、はい、こちらはちょっとよかったら参考にしていただけると嬉しいです。はい、続いてはこちらですね。さっきのコーディネートの上に、はい、デニムジャケットを合わせてみました。いかがでしょう。で、こちらのデニムジャケットなんですけれども、もうお察しかと思いますが、前回レビューさせていただいたカルネの新作のショートジャケットを合わせております。同じブランドなので、若干色味は違うんですが、はい、このようにですね、セットアップ風に合わせることができます。で、両方とも結構細身のシルエットなので、かなりスタイルはよく見える組み合わせになっているのかなと思います。僕も181センチなんですけど、183センチぐらいに見える気がしております。ほっ、普通にこれはかっこいいと思うのでね、上下持ってる方はね、ぜひこのコーデ組んでみてはいかがでしょうか。というわけで次行ってみましょう。は
はい、というわけで続いてはこちら、黒シャツとちょっと合わせてみました。まあこれもねちょっとワントーンで合わせてみた落ち着いたコーディネートということで、まあ悪くはないのかなと思います。困ったらねやっぱ黒シャツがね強いんすわ。まあ服好きな方なら多分1枚は黒シャツは持ってると思うんで、このパンツ何に合わせようかなっていう時にちょっと悩んだらね、もうこのとりあえず黒シャツと合わせちゃえば、うん、なんとなくこなれ感っていうのは出てくるので、サクッとねコーディネート組みたい方にはかなりおすすめでございます。余裕があったらねちょっとこういうシルバーアクセサリーとかも加えると、はい、かなり目立ったワンポイントになってくると思いますので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。はい、というわけで次はですねこちらカーディガンと合わせてみました。まあさっきまではね結構スマートな感じだったんですけれども、ちょっとダボっとした感じで、うん、緩めのコーディネートを意識してみました。こういうコーディネートなんか大人っぽさっていうか、ちょっと若めの男性が好きかもしれないですね。これもちょっと韓国感があるコーディネートになっているのかなと思います。ちょっとなんかブラックばっかでなんか色変わりが全然なくて申し訳ないんですけど、やっぱこういうブラックのデニムってね、こういうワントーンで揃えるのがね一番かっこいいって思っちゃうんで、はい、なんか酔っちゃうんですよね。はい、まあ次はねちょっとまた別の色も加えながらコーディネートを組んでいきたいなと思います。はい、というわけで次はグリーンのジャケットと合わせてみました。いかがでしょう。まあ、僕があんまりしなさそうなコーディネートではあると思うんですけれども、まあそんなに悪くはないのかなと思いますね。やっぱ細身のシルエットなので、こういう綺麗めなアイテムとの相性はかなりいいのかなと思います。で、パンツの色もそんなに主張は強くないので、ちょっとね、こういうやや明るめの色ともね、なんかそんなに喧嘩しないっていうか、逆に際立たせてくれる感じになるので、トップスはねなんかそんなにね難しくないのかなと思います。ある程度攻めたコーディネートでも、いい感じにバランスをとってくれるパンツな気がするので、はい、こちらもねよかったら参考にしてみてください。あんまりやらないけどこれも悪くない気がしますね。はい、というわけで続いてのコーデはこちらになります。いかがでしょう。まあ今年のトレンドアイテムになるであろうベストともね合わせてみました。まあベストもねいろんなものがあるんで、どういうベストと合うのかはちょっとまだ難しいんですけど、まあイメージこんな感じになりますよっていうのをねちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。まあどうなんだろう。まあ、基本的にはきれいめコーデを組むのが一番やりやすいんですけど、こういうねちょっとカジュアルな生地のアイテムとも、まあ、多少は使えるのかなっていう感じなので、はい、こちらはちょっと参考にしていただければと思います。以上。はい、というわけで今回はカルネのデニムパンツをレビューさせていただきました。参考になりましたでしょうか。今回レビューしてみた感想なんですけれども、綺麗めかつ履きやすいデニムをお探しの方はですね、ぜひチェックしてみてほしいアイテムかなと思います。やっぱ細身でストレートなパンツはやっぱ綺麗めアイテムとの相性がかなりいいので、シャツとかね、タートルネックとか、それこそ今流行りのハーフジップとかと相性がかなりいいのかなと思います。デニムっていう生地以外はもうほとんど綺麗めのデザインが施されているアイテムなので、春はちょっと大人でかっこいいコーディネートが組みたいという方はですね、こちらのアイテムぜひおすすめしたいなと思いました。でもしお金に余裕があったらね、ぜひとも前回レビューしたジャケットの方もね買っていただいて、セットアップを組んでみるのもいいのかなと思います。まあ、結構最近ダボっとしたシルエットのものが多いんですけれども、ちょっと味変としてね、ああいう細身のシルエットのコーディネートもね久しぶりにやると楽しいのかなと思いました。というわけでね、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画面白いなと思ってくださいましたら、ぜひもグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。年内1万人を目指しておりますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。では。